こんばんは。まだパンなんだね。まだパンなんだね。まだパンなんだね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと写真選びつつ、こんばんは。こんばんは。パンパンだ。パンパンパン。こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんは。ハムハム、なんでわかったの？私さっきハム食べたんだけど。こんばんは。ゆみりんが8時半をお知らせします。イエーイ。元気？元気ですか？こんばんは。お疲れ様です。最近は12時ぐらいに寝れて、まあ朝も太陽昇った後ぐらいに起きて、朝から頑張ってって感じで、なんかよく寝れてます。よく寝れてます。えらい。そう、睡眠大事、睡眠大事習慣だったので、ちょっとそうなんか無理やり配信とかするんじゃなくて、ちょっとそう生活習慣整えてた、整えてた。はい。元気。
みんなも生活習慣整ったかな。まあでも私が配信してないからって、まあねえ、他の子見たりとかして結局寝てない人も多いと思いますがみんなもほどほどに寝てね。推し活もいいけどね、ちゃんと寝てください。倒しの人はよく寝れたんじゃないかな、ここ数日。仕事が夜とかじゃなかったらね。焦ってる。うん、はい。ユミンだけだよ。ありがとう。じゃあよく寝れたね。よかったよかった。よかったよかった。はい、ということでですね、今日はあのメールではお伝えしたので。あのメール見てる方はもう承知の助なんですけど、あの今日は2回配信が2枠します。はい。でも2枠するけど別にあのカウントとかしなくて大丈夫なので、はい、大丈夫です。星投げも大丈夫です。はい、今日2部構成でお届けします。はい。そしてですね、一部では今お話し会の再販やってるんですよ。そうなので、なんかお話し会のことを少し話してツイートしてもう含めの一部で、二部はなんとインスタグラムを投稿します。イエーイイエ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 イ。はい、ということで、はい、今日もよろしくお願いします。お話し会はもうリアルは全部完売してるんですけど、オンラインがまだ残ってたりします。ぜひ今日ね、ちょっと昨日それね、昨日ねメールとかでもうだし、そうなんかそう話し会、そうそう、あそう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 、監視枠も、あそうそう、でね昨日の夜ね、なんかインスタストーリーに一瞬載せたんだけど、見てた人いるかな、なんか話し会やってますって載せたんだけど、なんかバグってて、あれ私だけと思って。でもなんか他のメンバーもだし、そのメンバーのファンの人も何にも言ってなくって、だからえ、なんか自分だけバグってるってなって。そう、深夜にはバグ治ってました。そうだから私もだし、他の人も言ったのかもしれないけど、その夜に夜分遅くすみませんってなんか表示が変になっててっていうのを連絡したらすぐ対応してくださって、そう12時過ぎぐらいに治りましたっていう連絡をもらってて、そうだから結構夜中にスタッフさんも動いてくださってね、私がもっと気づくの、連絡するのがもっと早かったらみんなもすぐ申し込めたし、スタッフさんもそんなに夜中に動くことがなかったのに、そう申し訳ない、自分がもっと、そう、あ誰か言ってないかなって検索しちゃいました。そう私も検索したの、検索したの、あんまりエゴサーチとかしないんだけど、 STU お話し会で調べて、なんかそのえ表示おかしくないみたいな感じになんかなってない、みんな言ってないかなって思ったら何人か言ってて、だからあ私だけじゃないんだと思ってスタッフさんに連絡しました。そうそうなの、そうなの、
あれはあの時間に、そうだからなんかね、きっとそのメンバーのツイートとかに、その時間とかになんか申し込んだよとか言ってる人はもう多分申し込んでるんだろうなと思ったね。その時間にもうギリギリに、前日にとかじゃなくて3日間とか申し込みがあったから、もうこの時間にじゃなくって、そもそもみんなもう申し込んじゃってるから気がつかない人が多いのかなと思って。そう、でもそこで申し込めなかったからっていうので、今日の終わりの時間伸ばしてくださったしね、そこでギリギリ申し込めた方もいたんじゃないかな。そう、18日のメンテナンスでおかしくなったっぽい。あら、そうなのか。月曜に申し込んでたから全然気がつかんやった。あ、今日火曜日か。違う、今日水曜日だ。 そう、ありがとう。だから早く申し込んでくださった方は、そう、知らなかった話で、ギリギリ昨日申し込んでくださろうとしてた方は、あれってなった方もいるんじゃないかなって。でも何やってもあれ、すごい早く対応してくださってありがとうございます。本当に夜分遅くに申し訳なかった。まあ、でですね、あ、延長されたことで再販買いました。え、よかったー、ありがとう。それでまあ再販まだやってるので申し込めます。結構、そう、まあ、URL、 もう写真はね、選んだの、写真は選んだの。あ、私これしちゃおっかな。それでは、いきまーす。ツイートします。追加した人はもうドヤ顔で「追加したよ」って言ってください。ただ「追加したよ」って言っていいのは、今日の18時から追加した人のみです。 のみです。ドヤドヤで言えます。ドヤドヤドヤ丸、ぜひドヤってください。ドドドドドヤドヤ。はい、それではツイートしまーす。いきまーす。
9、待って待って行きます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。リツイート。おやすさん、きゅう、森蔵、みんみん、あつし、マケドニアン、サンバー、アイオン、ドケマル、ショウタ、ヒットグッド、ラストワン、コージ、ラッキーセブン。いいね、サシハラブ、タケン18、ドゥーイ、サナボ1号、ダルマネコ、ワタル、ネオ、マサル、長沢孔明、レイジ、トシ、ジャスティン、ケイ、シロクマモ、ヨネ、カツ、バスプレっぽい、マッチ、ミケちゃん、太陽、おやすさん、ありがとう。ありがとう。あ、この後すぐ申し込みます。え、ありがとう、ありがとう。2時は明日までだから、また追加で申し込んだよ。え、ありがとう。あ、申し込みました。どや、ありがとう。どやってくれて、あ、申し込みました、ありがとう。午前の部を通過しましたが、まだ帰りみたいな、もう少し足してみますかね。ぜひぜひ。6月で追加しました。先ほど追加しました。昼までの分は申し込んだのだが、だがそう、ぜひこの再販の2時申し込みで追加したよ、申し込んだよって方はぜひ、申し込んだよ、追加したよ、お待ちしてます、お待ちしてます。そう、感謝枠もね、ありがとう、いっぱい感謝だわ、いっぱい話そうね、ありがとね。明日の13時まで、ちょっと感謝枠とリアルはもう完売、ありがとうございます。なんかね、感謝枠もね、もともともう再販1時の時点で、1時の時点でもうこの日程だと1個しか申し込めなかったんだよね、もともとね、写メしか申し込めなかったんだよね。そう、ありがとう。そう、あとは、このあと次の時間ではインスタを更新しますので、ぜひそちらもよろしく。あともう少しで1万いいねなんです、この最新の投稿が。あと43人
あと43人なので、その次までの投稿にまでにまだなんか見てないよって方は見てもらえるとね、なんか良きか良き良きかも良きかも。そう、もうね多分ここで見てる方はね、いいねしてくださってる方が多いと思うので、そうね、話し会にしとこっかな。テロップも、テロップじゃないわ、ウェルカムコメント、お話し会 MV はね、もうね頼んだ、言わずともって感じ。あ、私今何にも見えないんだけど、なんかちょっと待ってね、そしたら待ってね、ちょっとこっちのでやろう。あのなんか見えてたよね私のこと。あのね、そっちの携帯でやろうとするとね、何にも見えなくなっちゃって、そう、あのに私が見ないうちにギフトをくれようとしてたの、もしかして。ありがとうございます。こっちから、お話し会受付中です。5月、5月27日、5月13日、完売御礼、完売御礼、5月27日、やばい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 、5月28日、6月11日、7月15日、7月17日で、6月24日が完売御礼で、ちょっと一回設定します。見れてる見れてる見てる、見えた。で27があと1234、あと4枠、あと4枠で5月28日があと1234、あと4枠、はい。それで6月の11日があと3枠。なんか少なとんでもないね。7月15があと2枠、そんで7月の17日があと2枠。表示した。
更新した。いや、キャナニで検索するより、滝野由美子公式ツイッターインスタストーリーの URL から申し込みできます。できた。できた。コツコツ音すら愛おしい。ありがとう。早物勝ちになってきたね。おお、そうだよ。そうだよ、もう結構ね、早物勝ちです。ぜひお待ちしてます。いっぱいお待ちしてます。5月4日はもう申し込みができないんだよね。そう、あ、完売報告もありがとう。完売報告はなんか落選して悲しいけど、でも申し込みした人のみの特権、実際に行動した方の特権なので、もう特権活用しちゃってください。イエーイイエーイイエーイ。あとはなんか全然考えてないし、私はね、なんか結構いろんなところでお話し会やってたりとかなんかするので、するのでってあんまりね、今回はその今回はって前回もかな、あのなんかこの服着ますみたいなのができないんですよ。そうけど、なんか6月か7月ぐらいでこの前買ったすっごい可愛い私の超気に入り夏服を着たいと思います。はいそうだから、なんか6月か7月、まあ、6月か7月ってほとんどなんだけど、今申し込めるやつの。そう、ぜひ、まあ、5月は一番も、申し込める中で一番近いので、そこもね待ってるよ。もう早かったらそこできるかも。5月超もう暑かったら着るかも。半袖なのよ私が買ったやつ。半袖ミニスカ、珍しくワンピースじゃなくって半袖ミニスカなんですよ。可愛い系っていうか、ブリブリ可愛いやつじゃないくって、私がなんかその発売される前からずっと気になってたやつで、そう変えたんですよ。が2パターンあるので、あ、5月末ならついね、じゃあ早ければ5月末に来ます。ただ私はいつ着れるかは本当に分かんない。分かんないので全部着てください。はい。全部着てたらもう確実。まあオンラインだからスカート見えないでしょっていうのは一回置いといて置いときましょう、そこは。でも、そう、全部申し込みしてる方は大丈夫です。お待ちください。お待ちを。かわいい、すごいかわいいって、そのなんかピンクでとかリボンでとかのかわいいじゃなくて、そう、私が本当に発売される前から買いたいって思ってたやつです。まあでも確かに5月6月で着るかな。で7月は7月の夏着るかな。そしたらまだ夏服全然変えてないので、私今季、そうだからこれから
夏服は徐々に買っていく予定なので、はい。お待ちを。お待ちを。そう、夏の靴もね、なんか買いに行こうと思ってる。そうだからまたお気に入りの靴とか履いてお話し会に行くからよろしくね。よろしくね。あ、ちなみにでも結構枚数を持ってくださってる方とかだと、私たまにあるんですけど、あのね、イヤホンつけてるから限度があるんですけど、でも枚数をまとめて申し込んでくださってて、あのイヤホン外してもいいから全身を見せてって言われる方は、私はイヤホン外して極限まで後ろに行ってこんな感じみたいなのをやってたりするので、なんかそう、1枚とかだったらちょっと厳しいな、時間的に。何枚か持ってくれてたら、時間さえくれたら全然、あのそう、なんか全身写真、あ、全身コーデ見せては可能です。そう、可能だよ。だから毎日って、あのそう、毎時間来るのもありだし、それちょっと一個にまとめちゃっても勇気だし、そう、なんか結構ね、7時間目が全部完売してるんですけど、私そう全部かな、でも本当にね、7時間目大人気。1時間目に来ると漏れなく最初に拝めます。最初に拝みます。あ、椅子の上に立つのはスタッフに心配されるから、あ、なんか椅子の上に立たなくても見える、後ろに下がったら見える。そうそうなのよ、だから全然気軽にやって見えるよ、そこ大丈夫。そう、ただ時間も長めにもらえないと無理かも。そう、それはなんか私がもったいぶってるとかじゃなくて、普通になんかちょっとイヤホン外して椅子から離れて後ろに下がってとかいろいろするのに1秒とかでできないから、そう、なんか、そうそう、毎回全力投球してます。ありがとう、ありがとう。まあ今ので気になった方はぜひ、明日の13時までなのでお待ちしてます。ね、なんかあっという間なんだよね、これ。あのもうね、半分終わったんですよ、9枚目のお話し会が半分終わったんですよ。そう、あ、ツーショット全身撮りたいって思っとったから、あ、そう、逆になんかいるいるいる、ちょっと後ろ下がって撮ってとか言ってくれる人いるから、なんか超全身みたいな感じには、なんかね、後ろにパーテーションがあるからめっちゃは下がれないんだけど、膝ぐらいまでは、うーん、見えるかな。でもツーショットの方がね、見えないかも、意外と。あの横画面なので関係ないか、縦で割ってるか、関係なかった、なんでもない。なんでもなかった、なんでもなかった。あとはなんかもう本当に全身を見たい熱意を持ってる方とか、全身でそのツーショット撮りたいっていう方は、あらかじめ次の時間で全身が見たいですって言っといてくれたら、なんか私も動きやすいかも、なんかもう心の準備をしときます。はい、まあだからいろんなことがあるよね。花だれはさ、エクストラエディションがあったから、すごい一年中約1年間、超約だけど約1年間お話しがいがあったからね、あっという間に感じるね。9枚目、7
8月ねえ、本当に今日はミニだよって言ってくれ、オッケー、じゃあぜひ1時間目とかにお待ちしてますぜひぜひ。2階、あ、2階あるよ、2階。ちなみにミニスカ枠は2階あります。ただ本当にどっか本当にどっかです。これはなんかこの日にしますみたいなのはもったいぶってるわけじゃなくて、私もわかんない、ごめんね。1、2、3、4、5、5分の2だ、みんな5分の2だよ意外と5分の2だった、そうなのかそうなのか、意外と意外となんか意外と、あ、待って、足の配信が始まった、始まった。8時から開けてたのね。あ、そうなんだ。8時からルーム開けてたのね。どこで買うんだっけ、ここで買うのか、自分用に購入する、購入する、住所も OK、 メールアドレスも OK、 2750円、同意する、購入する。うわー、セキュリティコード、クレジットカードのセキュリティコード、うん、何だったっけな、うん、言っちゃダメだよそう、あ、裏面の、そうそうそう、あるよ、あるんだけど今手も今持ってないから、ね、一番最初のね数字はね分かるんですよ。セキュリティ、誕生日とか分かんない。いや、セキュリティコードってさ、カードに書いてるから割とランダムじゃない？一番最初のね数字は分かるのよ。配信終わったらにしよう。確かに私そうだ、あの1部と2部があるので、じゃあちょっと終わってから打ちます大丈夫、10時ぐらいまであるよね、配信ないかな、あるよね、あると信じて。何を買うん、斉藤飛鳥さんの写真集、今ねショールームされてて、ショールームで買うとねポスターがついてくるんですよ、いちご食べてるやつが。そう、それが欲しくって、そうで、私は9時から配信だから、9時からしか買えないと思った。8時から配信、あのカート自体は空いてたみたいで、そう、配信あっても買える時間あったりするよね、するよね、そしたら買えるかも。でもまあ私1回終わるんで、その間にちょうどよかった、その間に買ってきます、いきます。そうね、ポスターついてくるの嬉しいよね。どれぐらいの人が買っとるんじゃろうね。あ、本日の23時まで購入可能っぽい。あ、そうなの、じゃあそんなに急がなくてもいいやつか、ちょっと閉じとこう、閉じたかって。すごい、みんなめっちゃ買ってる、そうだよね。え、かわいい、ポスター持ってる今、かわいい、おしゃれだよね、おしゃれ、とってもおしゃれねー、あとで、あとで買おうね。ーすごいよね、ポスターね、ポスターつくの嬉しいよね。うんうん、そうだよね。
ポスター目当てでショールームで写真集買うこと多いです。確かに、なんか特別配信はポスターだよね。皆さんその特別配信の時は、私はそのもう常時ずっと買えるようにカートでしてたから、そうあのね生写真が毎週違うって感じだったけど、いやねポスターもらえるの嬉しい。そう私もイベントで一個ねポスターもらえる時あったけどねー。ユミの写真集の時思い出すな、思い出すね、時間どう待ってますね、時間ど写真集はそう今年の目標ですね。私のそう徳島新聞で言ってた今年の目標、セカンド写真集とモデルさんと、どんなに小さな役でもいいのでドラマに出ることです。そう本当にチラッて映る感じでもうそう出れたらいいなね。そうでももうねニューヨークにも行かれてるし、そろそろなんか写真集ってさ、そのちょっとコロナ禍に入るまではさ、ちょっとなんかさ海外で撮るのが主流だった、なんかその坂道さんとか48グループとかってけど、そうだけどね、コロナ禍になってなかなか海外で撮影ができなかったけどね、そう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 、あとはノイミーのひとみさんね、ノイミーの鈴木ひとみさんもタイで撮ってるよね。ひーちゃんも出すねってね、そうタイで、タイ行ってみたいんだよね。いいよね、うーんいいよね、フランスで私なんかすごい なんか縁のある海外がないからな、活動を始めて行ったことがあるのってインドネシアなんだよね。そうフランス、そうなんだよね。でも私あゆみはヨーロッパのイメージ、ヨーロッパも行ってみたいな。そうアナザースカイはねもうね、そうアナザースカイっていうほど海外に行ってないんですよそうだな、まあでも瀬戸内で撮るとしてもう一個海外みたいな感じにできるとしたらフランスもいいし、あとなんか台湾もいいなって思ってる。なんか台湾のちょっとなんかグルメとか、グルメとかってもうなんか食べたいだけの人みたいになっちゃってるけどなんかね、もぐもぐしてるのを撮ってもらったりとかそう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 、あとはそうなの、夜のなんかちょっと千と千尋チックなあの夜の風景とかもう素敵だなっ
って思うね。そう、台湾はね行ったことないけど、行ったことないけど行ったことあるっていうか、香港に行った時に一回台湾で乗り継いだんだよね、飛行機を。それをなんか上陸はしたことある。ただ空港から出てないけど、もちろん。そうだからまあなんか上陸はしたことはあるけど、上陸しただけかな。そう、でもそれもめっちゃ前の話だからね。本当に STU に入ってから全然海外に行ってないし、とか言ってたら、え、じゃあ入る前めっちゃ行ってたのって言われると、いやそんなに行ったことないんですけど、トランジェットね、そう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 、台湾行ってみたいな。あ、本場の小籠包いやん、最高だな。あ、シンガポールもいいね。わーってやりたいね。わーってやりたいね。あ、一部は何時まで。あ、そう、なんかね、ごめんね、メールでしか書いてなかった。半までです、ちょうど1時間で、まあ5分くらい休憩して、だから35分にしよう。よし。微妙な35分、はい、予約しました。次は21時35分から配信します。半で終わります、お待ちを。でその35分からの配信で私はインスタを投稿します。にゃんにゃんにゃん、よろしくお願いします。イエーイ。休憩5分でいいの？あ、全然大丈夫、全然大丈夫。休憩っていうかちょっと開けるだけっていうか、そう、全然大丈夫。全然写真集も買わないと。そうだね、まあ写真集はまあ下で買うよ、下で。ちゃんとクレジットカードが見えないようにして、はい、買います。大丈夫大丈夫だよ。写真集買いに行かないとね、買いに行かないと。6年ぶりだって。私がでももし今年出せたら、まあ2年ぶりか。なんかね、出せたらいいね、本当にね。お話をお待ちしてますね。斉藤飛鳥さんも講談社さんだしね、ねってね、なんかぜひだね、ぜひぜひだね。なくなっちゃった。共通点が。そう、そうなんです。初めてのセカンド写真集、確かに初めてのセカンド写真集だよ。そう、初めてのセカンド写真集です。
次出せたら。2年前は初めてのファースト写真集だったし、次初めてのセカンド写真集だし、もう一回出せたら初めてのサード写真集ですね。最初で最後のセカンド写真集、え、そうじゃん、最初で最後のセカンド写真集ってなんか涙ドバドバだね。もう一生に一度のセカンド写真集じゃん。いやー、わかんない。あ、でもそうだよ、滝野由美子のセカンド写真集は一生に一度だけど、もし私が改名したら由美とか YUMI したらまたファースト写真集になるわけよ。そう、頭痛が痛くなる写真集だなってねえ、馬から落馬ですね。そう、ユミファースト写真集、そうそうだよね。でもそうなるよね、そうなるよね。ユミサード写真集なんないよね、改名したら。ね、そうじゃん。へえ。まあでもどちらにしろ滝野由美子として出せる最初で最後のファースト写真集だったし、あの次出せるとしたらね、滝野由美子として出せる最初で最後の、そう、セカンド写真集になるから。あ、フォトエッセイとかでも確かに写真集は一回出したけど、もしさ、確かにフォトブックってどうなんの、フォトブックってどうフォトブック、今年フォトブック出すとしたらさ、私がそうやってファーストなのセカンドなの、ファースト、フォトブックとして出すとすると滝野由美子のファーストになるの。あ、西野七瀬さんは別カウントだった気がする。なるほど、じゃあファーストフォトブックか。へえ、うわー、そっか、じゃあ本当に最初で最後のファースト写真集なわけか、あれは。そうなの、ファーストフォトブック。へえ、なんか学んだ一つ、そうなんだ、ファースト写真、じゃあ私は次フォトブックを出すとしたらファースト写真集とファーストフォトブックを出しましたってこと。あー、なるほど、ためになったね。そっか、ファーストが渋滞してる。そうだよね、他に何があるだろう。エッセイだとさ、やっぱ G がメインか。ファーストフォト、ファーストオリジナルブックとかどう。フォトマガジンもあるよ。あ、ファーストオリジナルブックはどう。滝野由美子オリジナルブック、あ、スタイルブック、はい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 、確かにスタイルブック、はい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 、いいね、スタイルブック、あ、レシピ本でもレシピ本、レシピ本ね、いいね、レシピ本、ゆ
期ね、いろいろあるね、いろいろあるね。攻略本、取説、いいね。確かに全部でもそれを出すとしたら全部ファーストになるのか。私は刺繍も出しちゃう。あ、いいね。それかなんか歴代メールブックみたいな、私の歴代のメールから自分が厳選したやつをなんか200ページぐらいにまとめましたみたいな感じの。私さ、メールはさ絶対一通に1枚以上写真を送ってるから、なんか最初のメールから辿ってって、なんか超深い闇メールとなんか凍えちゃうワンも入れて、あ、凍えちゃうワンってこの辺の位置づけだったのねみたいな、この辺かみたいな感じで短いですね、まとめてって、そう厳選して自分で滝の弓子セレクト、滝の弓子セレクトで200ぐらい厳選して、そう。あ、全種類買うためにお金貯めときます。ありがとうね。今年中に出せたらいいなっていう願望、まあ本当に願望でしかないんですけどね。カップル私もいろいろ。さて、そろそろ終わろうかな。とりあえず第1弾終了。あ、5分空くので5分でお話し帰って申し込めるよね。まあやるよね。5分でお話し帰って申し込めるよね。だよね。なのでこの5分間でお話し会申し込んでもいいよって感じです。はい、よろしくお願いします。じゃあ男女見ます。13位小川ひろさん、ありがとうございます。12位石瀬さん、ありがとうございます。11位おりちゃんさん、ありがとうございます。10位卵焼き大臣さん、ありがとうございます。9位ヒロさん、ありがとうございます。8位ミケネコファミリーさん、ありがとうございます。7位クマネパパさん、ありがとうございます。6位目黒のコウジさん、ありがとうございます。5位出会い頭のネギトロさん、ありがとうございます。4位笠置さん、ありがとうございます。3位アイディーマニアさん、ありがとうございます。2位おっくんさん、ありがとうございます。そして1位はバリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで次は21時35分からします。はい、そうなの。ぜひぜひよろしくお願いします。今日は2部制でお届けします。なんかなんで2部かっていうと、まあやりたいことを分けたのと、あとはなんか全然ここ数日配信できてなかったので、まあ2日分ぐらいの間隔でいるので2つに分けてみました。1日1時間だとしてみたいな感じです。だからまあ次の配信も1時間ぐらいしようかなって感じなので、みんなのスケジュールとかもちょっとよく考えてみてください。何時に寝るからみたいな感じで、はい、星集めは行かないでください。枠は分かれますが、カウントも大丈夫なので、はい、よろしくお願いします。あとはまあこの時間にお話し会申し込んでも大丈夫なので、はい、ぜひよろしくお願いします。あ、確かに神様も呆れるぐらいに見に行っても大丈夫で、ちょうど5分ぐらいになると思う、きっと。よろしくお願いします。はい、それではもう半になるかな、あと5秒。はい、それではまた次の配信で会いましょう。バイバーイ、また後ほど。バイバーイ。